インスペクターとは、検査員、監視員のこと。アメリカの警察におけるインスペクターとは、階級の一つである。おおむねは、ルテナン、または、キャプテンの上位に相当する階級だが、アメリカの警察は、連邦、州、軍、市町村が、それぞれ独自の機関を設けており、階級も、機関ごとに、独自の制度があるので、警察機関によって、 インスペクターの扱いは大きく異なる。自治体によって、ルテナンのすぐ上位であることもあれば、キャプテンの上位であるところ、インスペクターが存在しないところ、インスペクターがディテクティブに相当する階級であるなど様々な方法が取られており、統一されたインスペクターの解釈はない。日本の警察においては、平成25年3月1日の警察庁平人発、 第75通達で公式英訳が更新され、インスペクターは警部補の英訳となり、サージェントの上、チーフインスペクターの下に位置する。また辞書レベルの大役は、その階級の者が追う職責とは、必ずしも適当な比較でないというのは、インスペクターに限らず注意が必要な点であろう。アメリカの警察は、サージャント以上は、米軍と同じ。 デザインの階級賞が使用されるが、インスペクターは、少佐から大佐までの階級賞が用いられることが多い。キャプテンの上にデピューティーインスペクター、その上にインスペクターが設けられている。ここに記した3階級は、文書の書長に当てられており、これと比較するとこれらは、日本の警視から警視制までに相当するだろう。キャプテンは、辞書大役で警部のわけが、一般的に使われており、 これを踏まえればデピューティーインスペクターは、警視、インスペクターは、警視制と考えられる。階級省は、デピューティーインスペクターは、少佐、インスペクターは、大佐と類似したデザインのものを使用。ルテナンの直上に、インスペクターがある。デトロイト市警にはキャプテンが存在せず、またインスペクターの上位階級であるコマンダーが、所轄所長であるので、この場合は、警部と、 分けするのが適当と思われる。階級賞は、中佐のもの。他の自治体警察におけるディテクティブに相当する、階級で、オフィサーの上位、サージャントの会にあたる。階級賞は着用しない。インスペクターの階級は用いられていない。オーケストラなどでは、賞から大編成の楽団を、演奏面以外のことで、楽団全体を取り仕切る役割を行うもののこと。略して、 インペク、またはインペグとも呼ばれる。生演奏やスタジオ録音時の現場監督的存在。その主な仕事内容は演奏家のスケジュール調整とコーディネート。他にセッションコーディネーター、ミュージックコーディネーターとも呼ばれる。ありがとうございます。